小出駅は新潟県魚沼市四日町にある東日本旅客鉄道の駅である。上越線と只見線の2路線が乗り入れており、このうち上越線を所属線としている。なお、只見線は当駅が終点である。以前は只見線の列車が上越線経由で浦佐駅まで乗り入れていたこともあったが、現在は行われていない。 単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線を有する地上駅でホーム間は個線橋で連絡している。JR 新潟ビジネス住宅の業務委託駅で越後湯沢駅が管理する。駅構内には友人改札口、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、自動販売機、化粧室などが設置されている。また、駅舎には 当地出身の俳優、渡辺健が書いた駅名表示が設置されている。旧駅舎時代は売店や立ち食いそば店が存在し、駅弁も取り扱っていた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は762人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。小出の市街地は、駅舎裏手を流れる魚の川を挟んだ対岸に、 広がっており、新潟県道47号、小出停車乗船、小出橋により連絡している。また、当駅から路線バスでアクセスできる観光スポットとして、湯の谷温泉郷がある。当駅周辺を含む南越後観光バスの路線図町中淳観線と路線バスの停留所越後交通グループの南越後観光バスが運行する路線バス及び ウオネマ市のコミュニティバスが当駅前を発着、または周辺を経由する。全車の主要路線には、A 字2文字の路線記号を付与したが、これは停留所にのみ掲載され、バス車体には表示されないため要注意である。いずれもロータリー内の、小出駅前へ停留所を発着する。このほか、広い範囲で、予約型乗り合いタクシーが設定されている。ありがとうございます。